さん、やっほー。はい、お昼見てくださった方もいると思うんですけど、夜はハーフツインにしました。あ、ベリマヨさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ともちゃんさん、こんばんは。ベリマヨさん、こんばんは。またありがとうございます。ベビースターさん、こんにちは。ハーフツイン、かわいい、ありがとうございます。宝野さん、こんにちは。こんばんはかな。あ、こんばんはですね。そっか、6時だもんね。こんばんは。ともちゃんさん、ハーフツイン可愛すぎる、ありがとうございます。なおゆきけんさん、こんにちは。ふなあなみのいがぐりさん、こんばんは。ベリマヨさん、どんな髪型でも可愛いね。ありがとうございます、嬉しいです。あ、チャッピーさん、ペンライトありがとうございます。 SY 推しのゆたさん、こんにちは。とちょっとお昼のおやつだとちょっと見にくかったじゃないですか。なのでちょっと買いました。そしてお昼のにはなかったんですけど、似顔絵を追加しました。モリシーさん、こんにちは。ヘアアレンジは得意かな。ヘアアレンジは好きです。めちゃめちゃ好きです。未来さん、ハートありがとうございます。ありがとう。まーたろうさん、こんにちは。ともちゃんさん、好きな食べ物、オムレツ、お寿司。そうです、そうなんです、オムレツとお寿司が好きです。チョウさん、こんにちは。富士さん、こんにちは。こんにちは。ブリマさん、推しにアミタンが増えて。そうなんです、その毎回増えて申し訳ないんですけど、なんかや推しっていうか、私の憧れてる方が多すぎて、もう本当に何十人ぐらい いるんです。 NMB48 さんの憧れてる方が。なので一回紙に書いて、もうすごい書いて絞ったというか、紙に入りきるようにしました。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。は19位になりました。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。しんたまさん、こんばんは。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。未来さん、似顔絵めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ちょっと髪の毛短いんですけど。まーさん、こんにちは。チョウさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。ありがとう。うん、ダンナッチさん、ヤッホー。ベリ、配信するごとに一人ずつ増やしていこう。本当ですよ、本当に。もうね、憧れてる方が本当に NMB48 さん本当に多くて、本当に多くて、はい。おけいさん、こんにちは。まだ緊張してます。ノースフライトさん、ハートありがとうございます。ありがとう、ハート。ノースフライトさん、こんにちは。こんにちは。あ、
ちょっと自己紹介しますね。中学2年生エントリーナンバー2番のみーちゃんです。よろしくお願いします。と年齢は中学学年は中学2年生の13歳で、身長は 160.1cm です。好きな食べ物はオムレツとお寿司です。よろしくお願いします。めっちゃ緊張してます。ちょっと緊張してるのでコメントたくさんよろしくお願いします。待って、可愛すぎる。応援してます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。お寿司は何が好きですか？お寿司はとサーモンとかマグロとかが好きですね。イクラも好きです。サーモンが一番好きかなですね。はたくさん来ていただいてありがとうございます。ありがとう。サーモンマグロ好き。私も美味しいよね。あ、一緒ですね。一緒だ。美味しいですよね。美味しいです。大好きです。ナナのおじさんさん、はじめまして。はじめまして。小学何年生ですか？中学2年生です。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、こんにちは。こんにちは。皆さんね、たくさんありがとうございます。中学2年生エントリーナンバー2番の兄ちゃんです。よろしくね。失礼いたしました。でもよく間違えられる。あ、小学生とですか？でもどうだろう、なんか多分ここだけだったらあれなんですけど、身長が高いんでね。そうなんです、160ね。そうなんです。何でしょうかな。こんばんは。こんばんは。こんばんは。かわいい。ありがとうございます。ありがとう。2回目かな。ありがとうございます。あ、何センチぐらいまで身長伸ばしたい？身長、でも高すぎても何センチだろう。何センチだろう。でもこれぐらいでいいと言われればこれぐらいでいいんですけど、もうちょっと伸びたいと言われればもうちょっと伸びたいです。くんちゃん Q さん、あ、はじめまして。中学2年生エントリーナンバー2番の兄ちゃんです。来てくれてありがとうございます。あ、みらいさんハートありがとうございます。ありがとう。ともあきさんこんばんは。明日学校で男子から見たよって言われたら、どうでしょう。どうだろうね。どうなんでしょう。ゆしさんこんばんは。こんばんは。やんちゃるさんこんばんは。あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。
巻き舌できる。巻き舌できないんです。なんか一時期練習してた時があったんですけど、巻き舌できないんですよね。明日学校で男子から俺がファン第一号やからなって言われたらどうしますか。言われたらどうしますか。難しいな。言われたらどうしますか。言われたら ありがとうって言うかもしれないです。Hello, I'm from Indonesia. おお、すごい。Thank you. ありがとうございます。すごい、インドネシアの方がすごいですね。山崎パンさん、こんにちは。そうなんだ、身長高いと強いよね、動画は。でも身長ねクラッシーさん、はじめまして。はじめまして。中学2年生トリナンバー2番の兄ちゃんです。よろしくお願いします。わたあめさん、見に来てくれてありがとうございます。あ、ともちゃんさん、ハートありがとうございます。ありがとう、ハート、ありがとう。可愛いから学校で男子にモテるでしょ。モテません。まるまるディスタンスさん、こんにちは。こんにちは。めっちゃ可愛いからモテるでしょ。モテません。よしさん、こんにちは。こんにちは。邪魔すんで。あれですか、ちょっと定番の返しのやつやな。邪魔すんで、邪魔すなら帰ってみたいなやつですね。目の下のほくろかい、ありがとうございます。ありがとう、おはようございます。あ、だるま、ありがとうございます。おはようございますさん、ありがとう。それ告白じゃん、男子確かに。ベリマヤさん、ダンス好きって言ってたから、いつかダンス配信みたいな。ダンス配信、おお、ダンス配信ね。あー、いいかも。ダンス配信、ありがとうございます。ダンス配信ね。いつきさん、こんにちは。こんにちは。みなもとさん、げんさん、どっちだろう。こんにちは。もとやまゆうさん、こんにちは。こんにちは。かわいい、ありがとうございます。りょうぐ45333、こんにちは。いつきさん、ハートありがとうございます。ありがとう。髪型似合ってるよ。ありがとうございます。ありがとう。わ、いつきさん、ハートありがとうございます。ありがとう。髪型かわいい、ありがとうございます。ハーフツイン見えるかな。岡本れなさんに似て美少女の。ありがとうございます。ありがとうございます。歌も聞きたいです。歌ね、歌やります。やりますね。またカラオケできるみたいなんで、また歌えます。マングースさん、こんにちは。ニャムさん、こんにちは。ブリスケさん、こんにちは。イラスト描くの上手。あ、ありがとうございます。お寿司とひよこが身長測ってるやつと大阪府と似顔絵ですわ、なんだ、流れ星、ありがとうございます。ハーフツイン可愛すぎるからスクショタイムください。スクショタイム、スクショタイムね。ちょっとさっきもなんですけど、スクショタイム、今回もおすすめのポーズありますか。あったらちょっと教えてほしいです。コメントぜひしてください。あ、流れ星、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。アパリク
ウラデチェンさん、ちょっと読み方間違ってるかもしれないんですけど、こんにちは。パンダさん、こんにちは。ランシさん、ヤッホー、こんにちは。イラストクイズとかできそうだね。あ、今ホワイトボードあるんでやろうかな、やりましょうかな。あ、タコありがとうございます。ケイピョンさん、タコありがとうございます。よいしょ、スクショタイムのポーズ、皆さん何かありますか。難しいね、スクショタイムはめっちゃポーズ悩みますね。アミタンのお姉ちゃんですか。違います、違います、同い年です。うん、兄ちゃんポーズ決まったの。決まってないです。何かいいのありますか。お姉ちゃんおらんか。お姉ちゃんいます、いますよ。お姉ちゃんいます。ピースとか、ピースね、ピースいきます。ハッシュタグの紹介、はい、ハッシュタグはニコニコ兄ちゃんでよろしくお願いします。ニコニコ兄ちゃんで、ニコニコ兄ちゃんよろしくお願いします。どうしよう、じゃあハートとかやっちゃおう。ハーフツインだからちょっとダサいね、なんか虫みたい。はい、か虫みたい。オッケーかな。皆さんできましたか。わ、シュンさんハートありがとうございます、ありがとうございます。あ、シュンさんハートありがとうございます、ありがとうございます。スクショできた。あ、よかったです。スクショできましたか。よかったです、ありがとうございます。たくさん見ていただいてありがとうございます。と、え、じゃあ13歳にしては大人っぽい。本当ですか。ありがとうございます、ありがとうございます。大人っぽい。え、ちょっとイラストクイズしますか。絵下手なんですけど、ちょっとね、いっぱいスクショした、ありがとうございます、ありがとうございます。フラミーさん、こんにちは、こんにちは。リンカーンさん、こんにちは。じゃあちょっと書きますね、試しに書いてみますね。あ、待って、やばい、めっちゃ下手かもしれない。なんか緊張して綺麗に描けないかも。頑張って、ありがとうございます。わ、ともちゃんさんハートありがとうございます。
難しいね、絵描くのって。ちょっと待って、なんかすごい、え、描けないかもしれない。なんかね、ちょ、目点でいいですか。あ、できた。よし、じゃあ当ててくださいね。まーす。せーの。それで。まーす。せーの。なんでしょう。コメントに書いてください。わかった方は。何でしょう。くまちゃん、たぬき。あ、パルキさん、じてまりさん、こんにちは。犬、くま、トミーさん、こんにちは。はじめまして。みーちゃんです。正解は、クマです。正解です。正解した。さすが。え、ちょっと、イラスト大会、ちょっと、ね、もうちょっと、絵が上達してからもう一回やりたいな。たくさん見に来ていただいてありがとうございます。ちょっともう一回自己紹介してもいいですか。しゅんさん、こんにちは。はじめまして。エントリーナンバー2番、中学2年生のにーちゃんです。大阪府出身で、身長は 160cm です。好きな食べ物はオムライスとお寿司です。よろしくお願いします。ピリマイさん、え、エイジョーさん、ありがとうございます。ほんまですか。やすおさん、こんばんは。こんばんは。緊張するね。たくさん見ていただいてありがとうございます。あ、修造さん、タコありがとうございます。ありがとう。大阪のおすすめの場所は、大阪のおすすめの場所はちょっといっぱいあるんですけど、まず NMB 劇場です。で、あとは USJかな。でも他にもいっぱいあるんですけど、通天閣とかね。おすすめは NMB 劇場とユニバです。わ、ともちゃんさん、星ありがとうございます。あさみずさん、こんばんは。おし、さきちゃん、あお、りあちゃん、さやか、はなおしさん、兄ちゃん、やっほー。未来さん、劇場行ったことある？あります。大好きです。宮本さんそっくり言う声があったので、見に来たらほんまにそっくりやな。身長以外は。あ、こんばんは。え、嬉しいです。めちゃめちゃありがとうございます。こんばんは。わなかのたこ焼きで好きな味は何かな。わなかのたこ焼きで好きな味は、え、なんやろ、全部好きなんですよね。悩みますね。劇場は一人で行くの？劇場は一人で見るときはお母さんに送ってもらったり、
お母さんと一緒に見たりもします。大阪駅からユニバまで歩いたことある。え、遠くないですか。すごいですね。え、すごい、ユニバいいですよね。名前は、名前は兄ちゃんです。兄ちゃんです。何の公園が好き。なんやろ、でも何は、でも一番見に行ってるのはチーム N さんの N シップ公演なんですよね。でも全部好きです。全部好きです。決めれないですね。 N シップ、あ、 N 公演以外に行った公演はありますか。まだね、まだあんまり行けてないんですけど、ナンバラエティ公演と N シップ公演と世代交代に行ったことがあります。こんにちは、シンドラさん、こんにちは。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。好きな食べ物、オムレソ。え、あ、すいません、ちょっと点がち、あ、うめえ、点がちっちゃいですね。オムレツです。ちょっと点がちっちゃかった。オムレツです。お母さんも NMB ファンなのかな。そうですね。チャーリーさん、こんにちは、こんにちは。そうなんですよ。わ、ありがとうございます。お、兄ちゃん、うたさん、なんかいつもね、ありがとうございます。ピロピロさん、兄ちゃん、ピロピロさん、こんにちは。かわいい、公演楽しいよね。ありがとうございます。公演本当に本当に楽しいです。もうね、公演行ったら全部嫌なことを忘れれるので大好きです。スポーツ観戦とかはするのかな。スポーツ観戦は、あ、そうなんです。スポーツ観戦はテレビとかではめちゃっていうか結構よく見るんですけど、生ではあんまり見たことないかもですね。確か、そうです、テレビとかでは大好きなんですけど、そうですね。 NMB のおすすめ曲は、え、 NMB ファティットさん全部好きなんですけど、おすすめ、え、難しいですね。おすすめ、おすすめか、難しい。なんやろ、なぎいちとかですかね。でも全部好きです。なぎさ最高とかもめちゃめちゃ好きですし。あ、ピロピロさん、タコありがとうございます。ありがとう。てか私もずっとアミタに似てると思ってた。あ、本当ですか。もう本当に嬉しいです。最高の褒め言葉、本当にありがとうございます。ありがとうございます。兄ちゃん、ゆうたさん、あ、一押し、さきちゃん、あお、りあちゃん、さやか、花押しさん、たこありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わ、ともちゃんさん、ピカピカありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はっ、うん、これするの癖。あ、これですか。え、なんか緊張してるから配信の時なんかずっと手振ってる気がする。手振ってるか、これか、これしてますね。緊張してるから。勉強とスポーツならどっちが得意。わわ、勉強とスポーツですか。勉強とスポーツ、スポーツはあれあんまり得意じゃないんですけど、得意じゃないんですけど、勉強もなんだろう、英語
語とかは好きなんですけど、数学とか理系が本当にダメなんですけど、強いて言うなら勉強ですかね。ちょっと言えるかわかんないですけど。くんちゃんさん、こんばんは。これ宮本さんもよくこのポーズするので気になってね。本当ですか？緊張するとしちゃいます。わ、初訪問の方いっぱい来ていただいてありがとうございます。2回目の方もありがとうございます。福一ローズさん、こんにちは。こんにちは。数学やったら教えられるよ。え、数学得意なんですか？すごいですね。数学すごいですね。数学苦手なんですよ。ヒラリーヌさん、こんにちは。こんにちは。中二の兄ちゃん覚えやすくていいね。そう、222なんです。中学2年生エントリーナンバー2番の兄ちゃんなんです。すごいですよね。2がなんかすごく多くて。中年ジェットさん、こんにちは。こんにちは、はじめまして。来てくれてありがとうございます。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。英語できるのすごい。まあ、あの、なんとなくですけど、好きは好きです、英語は。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ハートありがとうございます。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。ともちゃんさん、にがす、あ、に、にが揃っててすごい。本当ですよね。運命の数字なのかもしれないです。にがね。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ハート10、あ、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう、ありがとうございます。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。英語で自己紹介できるかな。英語で自己紹介やってみる。やってみますか。うん、ちょっといけるかな。 Hello my name、 Hello my nickname is に、兄ちゃん。I'm from Osaka. I like dancing, dance and sing. Sing a song. ちょっと、なんか、やばくなりそうなので、このぐらいでストップしておきます。兄ちゃん、あ、わたあめさん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。あみたんの、姉ですか？いや、違います。同い年です。大阪出身のね、に関西弁じゃないね。マスオさんみたいで、びっくりなんです。私もなんかいつもはすごく関西弁がめっちゃ出るんですけど、緊張してるから全然出ないですね、関西弁が。でも敬語使うと関西弁が出なくて、私なので、徐々にいっぱい関西弁出せるように頑張ります。 N2F さん、タコありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、タコ。2位は V サインにもなるから縁起がいいね。確かにすごい。アミタンに姉はいません。そうですね。元素スコナシ君こと、テレビニコニコニキ T
てんてんてんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日は皆さん楽しめましたか？しゅんさん、タコありがとうございます。タコありがとう。アミタンに似てて兄弟かと。本当ですか？本当に嬉しいです。ありがとうございます。やめこと、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ごめんね、チャーリーさん。ほっほーさん、こんにちは。こんにちは。さっきチランと関西弁出たね。ほんまです。あ、ほんまですか？よかったです。ちょっとずつ出てくるかもしれないですね。ちょっと関西弁いっぱい出せるように頑張ります。アミタンの親戚の子かな。違います。嬉しいです。ありがとうございます。言っていただいてめちゃめちゃ嬉しいです。こんにちは、クイーンさん。こんにちは。兄ちゃんの配信楽しい。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。めちゃめちゃ。こんばんは、ほほーさん。こんばんは。ともちゃんさん、流れ星ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。みーさん、関西弁は出なくてもお話しする時のイントネーション関西なまり出てるね。ほんまですか？よかったです。ちょっと関西人だね。ヤッシーさん、こんにちは。こんにちは。はじめまして、兄ちゃんです。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。あ、たくさん見ていただいてありがとうございます。皆さん、お昼ご飯は何食べましたか？私はうどんを食べました。肉うどんを食べました。ほうほうさん、ハートありがとうございます。うどん一緒だ。ほんまですか？うどん食べました。お昼一緒だ。ほほーさん、ハートありがとうございます。ありがとう。昼はラーメンだった。お、似てますね。麺類で一緒です。ラーメン似てますね。ひきまるさん、来てくれてありがとうございます。ゼロさん、けむりずいさん、けむりずいさん、こんにちは。こんにちは。来てくれてありがとうございます。あ、ありがとうございます。18、ありがとうございます。誰か拾ってにゃーさん、こんにちは。こんにちは。ゼロさん、けむりずいさん、はーい。しゅんさんがフォローしめ、あ、フォローありがとうございます。フォローお待ちしてます。本当だ、これいっぱいやってますね。ハンバーグ好きですか？ハンバーグ好きです。好き。ハンバーグ好き。ハンバーグ大好きです。ほほーさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ポップコーンさん、こんにちは。こんにちは。目標の身長はある？目標の身長ね、なんかこの160センチぐらいでいいと言われれば160センチぐらいでいいんですけど、もうちょっと伸びたいなといえばもうちょっと伸びたいんですよね。
なので高いのもいいですし、これぐらいでもいいなと思ってます。かわいい、かわいい、なんだ、かわいい、くま、くまありがとうございます。ほっほーさん、くまありがとうございます。ありがとう。ゴロゴロにゃんにゃんさん、こんにちは、こんにちは。うん、やっぱり阪神ファン。え、でもなん、そうですね、好きです。あ、ライライさん、タコありがとうございます。タコありがとうございます。キーピョンさん、タコありがとうございます。なんか、ともちゃんさん、ハートありがとうございます。ありがとう。あ、そう、なんか全然関係ない話になるんですけど、私ペットを飼ってまして、話したことないかなと思って。ペットは何を飼ってると思いますか？2種類飼ってます。まだ全然違うんですけど、猫ちゃん、金魚。違います。今気づいた、ハーフツインやないか。宮本さんの固定ヘアやな。ハーフツインにしました。ハーフツイン、アミさんね。ハムスター、ハムスターじゃないです。カモ、あ、鳥、カモ、カモ、鳥、ワンちゃん、ワンちゃん正解です。鳥、鳥です。鳥とワンちゃんを飼ってます。ワンちゃんはトイプードルを飼ってます。おばあちゃんなんですけど。で、鳥はなんか小桜インコっていう鳥がいて、あ、インコ、インコ、インコです。インコかな、そう、インコです。小桜インコっていうインコとトイプードルを飼ってます。としかずさん、兄ちゃん、あ、としかずさん、鳥は噛みますか？噛みます。結構噛みます。鳥は噛むんですけど、可愛いですね。鳥の、そう、めちゃめちゃ可愛いです。自分は犬10匹飼って、10匹ですか？すごい、10匹って、わあ、めっちゃ大変ですよね、多分10匹って。あ、すごい、可愛いですね。でも、わわわ、虹ありがとうございます。めちゃめちゃ綺麗、ありがとうございます。虹、ほっほーさん、虹ありがとうございます。おもてんさん、こんにちは、こんにちは、はじめまして。に、中学2年生2番の兄ちゃんです。よろしくお願いします。来てくれてありがとうございます。わ、今日、あ、時間言うの忘れてた、すいません。今日は6時から7時まで1時間やろうと思ってます。あと15分しかない。早いですね、時間経つのが。
あっという間、本当にあっという間ですね。楽しいですね、ショールームね。皆さん見に来てくださるのでめちゃめちゃ楽しい。後ろのイラスト可愛い絵だね、ありがとうございます。お寿司見える？ちっちゃいですよね。お寿司、身長測ってる鳥、似顔絵です。お疲れ様です。栗夢、あ、栗夢ソーダさん、ちょっと読み方がすみません。お疲れ様です、ありがとうございます。明日も6時からかな、6時からか5時半からのつもりなんですけど、今日中にあのライブ予定管理に時間載せときますね。でそれからはもう平日は固定時間でやろうかなと思ってますので、ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。雨降ってますね、大阪雨が降ってるんです。大阪は雨がね、嫌ですね、雨。ゆいくろさん、こんにちは。こんにちは。ダンスはどんなダンスですか？習ってるダンスは、K-POP とヒップホップを習ってます。でも、ダンスは全体的に全部好きですね。はい。こんにちは、ゆかぱぱさん、こんにちは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ダンスみたい、ダンス、あのやります、やりたいですね、また。でも全然ダンス上手じゃない。ダンスちょっと踊れる曲あるかな、なんか下手だし。でもね、またね、でも歌とかもやりたいです。カラオケとかまたやりたいです、配信で。明日から金曜日までは同じ時間に配信でいいのかな。はい、そのつもりです。好きなメンバーさん見てダンスやってそうと思った。確かにもう皆さんね、ダンスがもう上手で本当に尊敬しかないです。リッキーさん、こんにちは。こんにちは。ダンス配信みたい。ダンス配信考えます、ありがとうございます、参考にします。マルガンさん、こんにちは。こんにちは。ほほーさん、字は得意ですか？字はあの習字を習ってまして、実は習字を習ってました、習ってますので、得意は得意ですね、得意です。言っちゃった。口のすぐ右にあるエコボはチャームポイントかな、これですか？チャームポイントですね。はい、チャームポイントです。シロタンさん、こんにちは。こんにちは。17位になりました、ありがとうございます。皆さん来てくれてありがとうございます。夜ご飯食べましたか皆さん？まだかな、今からの人が多いのかな。私は今からです。この配信が終わったら食べます。ほほーさん、手紙かな、初めて手紙、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。何食べるの？まだ決まってないというか、わかりません、まだ夜ご飯。
ちなみに宮本さんにも備えくぼあるけど、私が今みたいに言うまで気づいてなかったという。そうなんですか。え、全然そうなんですね。あ、でも確かに確かにありますかもですね。晩ご飯は何ですか。晩ご飯は分かりません。まだこの配信の前に食べ終わってる。早いですね、早いですね、すごい素晴らしい、早いですね、さすがです、さすがです。お昼ご飯は何食べたんですか。お昼ご飯はうどん、肉うどんを食べました。肉うどん、うどんの中では肉うどんが一番好きですね。皆さん明日からね、お仕事とか学校とか始まると思うんですけど、一緒に頑張りましょう。また夜の配信もぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。こんにちは、くにちゃんさん、こんにちは、来てくれてありがとうございます。似顔絵描き、ちょっと似顔絵描きます。私の何かすごく似顔絵って難しいですね。似てないんですけど、いいですか。よいしょ。よし、できた。似顔絵。じゃん。初見です。マッサーさん、来てくれてありがとうございます。はじめまして。2年2組に。2年に組ってちょっとなんでやろう中学2年生2番の兄ちゃんです。よろしくお願いします。こうすけさん、こんばんは。こんばんは。あら、かわいい、ありがとうございます。ハートがプルプルさん、かわいい、ありがとうございます。めっちゃ2だね、本当にね。なんで2年に組ってたんでしょう。あら、憎み、本当に憎みせっかくなのでオーディション終了まで1位取った人のアバターかリクエストした絵を描くっていうのをどう。なるほど、1位の方のリクエストした絵かアバターを描く。あ、なるほど、なるほど。え、じゃあ今日やる。あ、そうしようかな。オーディション終了まで。なるほど。あ、
ありがとうございます。S オムラ2さんありがとうございます。チャッピー上手ありがとうございます。可愛いありがとうございます。にゃんさん風船のクマありがとうございます。クマ可愛いありがとうございます。ミッキーさん初見です。初見さんはじめまして、見に来てくれてありがとうございます。金ピオラさんはじめまして、初見さんありがとうございます。はじめまして、中学2年生エントリーナンバー2番の兄ちゃんです。身長160センチあるんだ。中学2年生で高い方だよね。そうそうなんです、高い方ですよね。ね、高い方ですね。クラスで3、4番目ぐらいに高いです。ちょっとなんかすごい学年に背が高い子がいて175センチあるんですよ。すごくないですか、めちゃめちゃ高い。ともやすさんこんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。よいしょ、よいしょ。57分なんで壇上しますかね。あ、席壇上175って大きいで、大きいね。そうなんです、めちゃめちゃ高い子がいて。じゃあ壇上しますね。壇上します。13位いつきさんありがとうございます。ありがとうございます。12位ハリーポッターメガネのひげおじさんさんありがとうございます。あれ10あれあはいあああ11位ともちゃんさんありがとうございます。11位ライライさんありがとうございます。10位あじゃあ9位はい9位一押しさきちゃん青りあちゃんさやか花押しさんありがとうございます。8位ピロピロさんありがとうございます。7位N2F さんありがとうございます。6位修造さんありがとうございます。5位ベリマユあかりっこさんありがとうございます。4位しゅんさんありがとうございます。3位けいぴょうさんありがとうございます。2位にゃんさんありがとうございます。1位ほほさんありがとうございます。1位のほほほさん何か書いてほしいイラストとかありますか、それかアバターかいますかね。まあ皆さんたくさん見に来てくださって本当にありがとうございます。嬉しいです、本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。いや重要なことに気づいた、上位3人みんな SMS 認証されてないやないか。難しい SM 認証。あ、ジンくんさん、あ、ジンくんさん昨日もありがとうございます。星ありがとうございます。終わりましたか、ナンバライティコン。そうか、あれ、あ、どうでしたナンバライ。ありがとうございます。あ、じゃあ明日からかな、ちょっと6時になっちゃったのですいません。
ほのかさん、こんにちは。こんにちは。はい、あ、梅ちゃんさん、こんにちは。こんにちは。はい、7時になったので今日は終わりたいと思います。最後まで皆さん見ていただいて本当にありがとうございました。また明日も明後日もずっと最終日までやるので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。あ、ライダーさん、タコありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。ちょっと終わりぐちゃぐちゃですみません。ありがとうございました。また明日、お疲れ様です。ありがとうございました。あ、星ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。